第3球を投げました。ストレート打ちました。高いバウンド、またサードゴロ。サード三遊間に打ち取った。一塁投球されたカメラマン席に入った。ワンバウンドでカメラマン席に入りました。ここはタイムがかかります。ボールネット、ランナー二塁到達。ワンアウトランナー二塁です。カメラマン席に入ったのでテイクアップで二塁へ進塁したような一発です。ワンアウトランナーは二塁。記録は当然サードの悪送球。ワンアウト二塁となっています。出たんですかね。ちょっと、まあ、高いバウンド、緩いバウンドだっただけに兵大館がランナー、本当山田は振ったか、投球が滑ったか、もう投げた瞬間抜けましたね。ホーム方向に少し投球それまして、松田も全然取ることができませんでした。松田さん、はい、雨の状況なんですけれども、試合開始よりもかなり粒も多くなってですね、大きくなってきているので、もしかするとこプレーに影響するぐらいの雨になってきているかもしれないです、はい。今日のベンチリポートは DBC 東北スポーツの伊藤実平アナウンサーです。7番のホッパーが左バッターボックス、カラスがセットポジションです。1球目を投げました。変化球、アウトコース、ストライク。カウントはノーボール、ワンストライクです。まあ、カラシマなんですけど、まだボールはやっぱり硬いです。ただ、コアの対応に対してはね、コースがいいですね。ですから